はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回から、ファークライシリーズの最新作、ファークライプライマルを PC 版で実況していきます。国内での発売日は4月の7日なんですが、PC 版の海外版を、公式の日本語化ができるようになったので、一足先にプレイしていきたいと思います。このゲームは、タイトルの通り、ファークライプライマルというわけで、紀元前1万年を舞台にした、そのオープンワールドサバイバル FPS といった感じで、これまでのファークライ3や4の現代背景とは違って、まるっきり違う、原始世界という世界観になっていると。なので、銃とかが存在しなくて、弓矢だとか、あとは槍だとかいうものを使って弱肉強食の世界を生き抜いていくというゲームです。動作確認のために少しだけ、プロローグだけ見ました。設定の方は、まだちゃんと設定を細かくしてないけど、とりあえずとても一番上の最高の一つ下のとても高いでやっていきます。調整は今後ちょっとずつ行っていきます。で、視野角の方は最大で120度があるんですが、ちょっと広すぎるので90度でプレイしていきます。そして、このゲームは、吹き替え音声というものがありません。正確に言うと、日本語音声だとか英語音声だとか、そういう音声が存在しなくて、その古代語を参考にして作られたというオリジナルの言語が吹き替えとなっています。その雰囲気を壊さないために、紀元前の世界観というものを損なわせないために、オリジナルの言語を、古代語を参考に作られたとなっています。で、字幕は日本語でやっていきます。難易度がいくつかあるけど、ノーマルで、コントローラーで遊んでいきます。スタート、上書きで OK。 はい、まず西暦2016年からどんどん遡っていきますよ。はい、一次大戦超えた蒸気機関車の音とかしたな。さあ、どんどん遡って、紀元前入った。まだまだ行く。ここでストップ。紀元前1万年、セントラルヨーロッパ、中央ヨーロッパ。さあ、こっからどんどん古代語が出てきますよ。さあ、インゲーム。
今一体主人公は何をしているのかというと、仲間のカリビートたちと共にマンモス狩りに来てます。槍持ってる。毎度のことながらグラフィックがすごい。狙いを定めて仲間と二手に分かれると、主人公はタカールという名前です。イメージとしてはファークライ4にあったシャングリラの世界に似てるな。はい、ここから操作です。操作はほとんど変わんないね、これまでと。マンモスがうじゃうじゃいる。この仲間はダルソについていく。小さいマンモスを見つけて群れから離す。そして狩る。やるかやられるかの世界なんで、銃とかないからね。こういう場だけで見るともうマンモスの方が圧倒的に強いから、こういう風に地べたを這いずり回るしか。もう何日も何も食べていない。マンモスを仕留めて食べなければみんな死ぬ。小さなマンモスだ。準備はいいか。火で怖がらせる。あいつ買い物は今だ、行け。あ、つ。あ、火消せる。獲物を追え。これ狙って。あ、仲間結構いる。よいしょ。よいしょ。おーっと、追いかけてきてる。これ拾える。拾った。槍。待て、槍まだある?僕逃げた。ここ頭で槍がまだある。ほら仕留めろ。仕留めた。仕留めた。ギャートルズだよ完全に。いい狩りだったな兄弟。ほら、うわ、仲間二人やられた。ファークライプライマル、虎に襲われて崖から落ちた。あー出血してる。あ、なんか刺さってる。止まるな、タカール。なんか内臓飛び出てる。内臓なの。オロスの大地を見つけるんだ。他のウィンジャーの兄弟たちを探せ。
魂よ自由であれ。ゴスは近い。だがトラもまだ近くにいる。武器が必要だ。主人公喋るんだ。仲間は埋めた。オロスへの道、弓が必要だ。これ多分海外版を日本語化してるだけなので、規制も多分一切ないかと思われます。いや、どうなんだろう。弓をクラフトするために資材を集めろ。ここでオプション開けるでしょ。マップ、弓をクラフトするために資材をまず集めると、なんかね、どっかの情報でマップの形状がファークライ4に似てると見たような。資材、アルダー木材。 OK、 木材ゲット。トラはいない。ハンタービジョン長押し。We want our fuck we are. おお、こんな能力あるの。これ足ビジョン使って、足あっちにある。走って動きたくないな。足ゲット。あとは岩か。どこにある。あ、こっちにありそう。ちょっと待ってよ、体力減ってるな。治療で回復できないんだ。これ取って、まあね、ファクライ4の頃も弓に結構助けてもらったからな。弓あれば銃なんかなくてもなんとかなりそうだな。クラフトしろ。これタカールか。タカールなのかな。クラフト。ああ、これで、まあ、4の頃同様にどんどんアップグレードしていけば強くなっていくと。スキルもあるね。弓ゲット。狩人感出てるよ。さあ、回復できないんだもんね。これ取っとくか。狩り、効果的に狩るには獲物にゆっくり近づき B でしゃがむ。で、ハンタービジョンを使い近くの動物や血痕をハイライトできる。近づきすぎるな。一部の動物は敵に気づくと逃げる。逃げる、まあ、草食系動物は逃げるだろうね。まずヤギか。これどこ行けとかまだマップに何も示されてないから、周辺散策。木材とか取っとこう。ビジョン使って、この辺は何もいなさそうだけど、あ、ビジョンは無限には使えない。あ、ジャンプできないな今。なんか、お、あれはヤギだな。 OK、はい。うん、あ、追跡。なるほど。あ、一発で仕留められないときは血痕だとか足跡をビジョンで辿っていけと。どこ行った。まだ数匹、あ、奥にいる。奥に3匹いるな。あ、てかあっちにもいるな。ゆっくり近づいて。ここだ。あ、刺さってないのか。結構難しい。あ、手前にいる。一発じゃ逃げるのか。
地味に難しいな。さあいるな、これ頭部、頭部オッケー、頭部一発だね。カワハギの回復、生肉。さーて、逃げたヤギを、あ、いるね。オッケー、頭部を狙いたいからバレないようにゆっくり近づいて、あー頭下げた。オッケー、矢がなくなったけど回収できるね。武器ホイールでクラフトできるともあるな。ホイールクラフト、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 オッケー。で、あ、一匹ここで死んでるこれダメージで死んだのか。オッケー、夜になる、安全な場所を見つけなくては。どっかを拠点にして行動していたわけじゃないんだ。安全な場所を探し、キャンプファイヤーの火を灯せ。キャンプファイヤー、うん、待てよ、なんか必要だな、アイテム。これ、これ岩だな。木材でいいか。点火、気打ちだ。つくかな？あ、ついてるついてる。過酷な世界だよ。あったかい。やか、ウィンジャー出した、ウォーギー、ウィンジャーサークウィン、ウォルシンコア、オロスの地を見つけろと言ってたもんね。パンティシャスダング、先は暗い、棍棒で火を運ぶとしよう。棍棒のクラフトが可能になった。あ、つまり松明だね。入れてこんなにフィットするの作れる。あ、松明じゃないか、本当にただの棒か。あ、ちゃ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 、いや火つけれる、ついた。ウィンジャーの後追えと、ハンタービジョンで、あ、足跡ある。オロスの血を見つけることが最終目的なんだね、きっと。よし、じゃあ初回なのでとりあえず今回ここまでしようかな。これまでのファークライト操作感はあんまり変わんないので、あとはこの原始的なこの武器だとかを使い慣れていこうと思います。それじゃあ今回はここまでで、はい、ご視聴ありがとうございました。